山株とは、日本の競争は1957年秋の中山大障害に、優勝した。中山大障下大田計作でつまずく山株と中山、大障害左から、山株と、第二勝富士、静か、その後方に黒子を、右端は、本理由平地での初出走は、1955年4月2日の四歳新馬戦。ここは11頭立ての六着に敗れ、 翌週も出走して7着という結果だった。その後4ヶ月開いて8月の札幌開催で初勝利を挙げた。平地では1957年の1月までに経営29戦して7勝を挙げたが、すべて制限競争での記録であり、オープン競争には一度も出走していない。当初3月16日に東京で障害入りするはずだったが、同日の競争はフレグモネにより、 出走取り消しとなり、3月31日に中山でデビュー。5月に4戦目の障害未勝利戦に勝ち、続く30万以下と80万以下特犯にも連勝して中山大障害に出走した。6月30日に行われた大障害では、当初大本命と考えられていたこの年、障害急戦無敗の桂明治がレース9日前に事故により死亡し、 4週前の東京障害特別に勝った山戸光も回避。その東京障害特別で単勝一番人気ながら、落馬で競争を中止した障害6004勝のカツプスターが再び一番人気となったが、大ドルイで落馬。再起乗したものの再開で入選した。山下部とは3番人気での出走だったが、前週の調教中に転倒するなど万全ではなく、 後方から追い込んだものの優勝した、黒潮からキューバ4分の3差の4着に敗れた。それからは夏に、箱館で平地を2戦して9月に、中山の障害特別で復帰。わずか3頭立ての競争だったが大差をつけ、レコードタイムで圧勝し、続くオープンでも今理由、第2勝富士、黒潮らを退けて勝ち、そのまま秋の大障害に向かった。大障害の相手は、 その3頭に、春の2着馬で3連勝中の早見則りと春も、出走した静かを加えて5頭だったが、早見則りにしても、代表外以外は、相手関係が弱く、他はいずれも、金走不振か、実績不足であり、山下部とは、単勝オッズ1.5倍の圧倒的一番人気に、支持された。レースは静かが逃げてに、三番手に、第二勝富士と黒潮が進み、山かぶとは、 後方からとなった。大竹作で山兜がつまずくも立て直して、馬順は変わらず、その後大ドル池前から黒潮が進出して静かに、迫るが、大池が木飛び越し後に、安城の長池が落馬。向こう正面で第二勝富士も脱落して、山兜が2位に上がり、最終章が池前で静かをかわして先頭に立った。同じく後方から早見則が追い込んできたが、直線では逆に突き放し、 9馬身の差をつけて優勝した。さらに2馬身2分の1差の3着には逃げた静かが入り、上位3頭を品馬が独占した。続く東京障害特別は中山で行われ、一番人気は負担重量が山かぶとより3キログラム軽い黒潮に譲ったものの、レースでは2着の静かに5馬身差で重賞を連勝。その後は、 翌1958年の1月までに、オープンや、障害特別などを6戦して参照を上げ、同月25日に登録を抹消して、繁殖入りした。2歳年上の第二勝富藤とは2回対戦して、両方勝利したが、1歳下のケニーモアとは対戦する機会はなかった。繁殖品馬としても成功し、1961年生まれの、 カブトヒは1966年から1968年にかけて中山大障害で2着2回、3着1回の成績を残し、1963年生まれのカブト山は1967年の愛知坂月に、数など平地で11勝を挙げた。1957年1月以前平地29戦7勝父は1952年から6年連続。 リーディングサイアーとなった、クモハタ。母は、血統不詳の天の川から続くサラ系の千鳥港で、あり、明暦という競争場名で1941年に、中山四歳牝馬特別5着、阪神優秀牝馬3着の成績を挙げた。半兄に、京都大、障害二条の第二勝富士、全妹に1958年の中山大障害を連覇した、ケニーモア。 重症価値こそない者の,のハムアニの覚醒も障害で、実績を残した障害一族で、他にもハムアネに大花賞、喫花賞を制したニガンバブラウニーがいる。ありがとうございます。